ちは。こんにちは。さて、優勝何回したの？西武現役の時からある。現役はヤクルトも入れたら、リーグ優勝が10回か。日本一が7回。じゃない？一回打ってこんな。いくらでいくらだから。西武が12年いて、最初4連覇して、1年空いて5連覇だ。9回リーグ優勝してた。そうなんです。すげー。9の6だったから。いや、その、やっぱそうそうたるメンバーもいたでしょ。やっぱメンバーも、うん、強かったと思うだよね。俺オープン戦行ってもさ、はい、これ勝てんわと思ったもん。オープン戦の時点で、ね、オープン戦の時点で出てくる、まあ守ってるメンツも違うしさ、はい、出てくるピッチャー出てくるピッチャー、全然違うもん質が。みんな言ってたね、やっぱりあのピッチャーね、投手陣は打てねえとか。打てないよね。いやだけどその中でレギュラーとしてやっていくのって大変だと。やっぱじゃあ別にそんな自分のとこだけしっかり やりなさいってとこだと俺は思うよ。いやだけどさ、下手すらさ次もいるみたいな感じじゃない。そう、競争がすごいじゃない。だから別にオファーとしたっていいんだよみたいな感じじゃない。そうよ、毎年もう本当に、まあ、自分セカンドやったら次のドラフトでセカンド内野手入ってきたらこいつ動画ってまず見るやろ。そう、なんだこういうやっちゃう話やろ。あ、よかったよかったと思うやろ、うん、あこれじゃまだまだ。でも外野手もやっぱ決まってる、一ポジションが、まあ、右と左でこう変わるっていうところだったから、だから誰か俺もちょっと怪我したりとかして飛ばすのがセカンドやってとか、やっぱり嫌だからね。やっぱり嫌だよ、ね、いやそれは嫌よ。でもその中でみんな仲良かった。いやどうだろう、別に契約のムードはないよ。契約のムードはないけど、うん、なんか俺らが見ててゲームに入ったらまとまるけど、生活はバラバラみたいな感じがしたんだけどね。そんなことなかった。どうだろう、やっぱよくさチームワークチームワークとか言うじゃない、うん、でもそんなチームワークあった？まあ、勝つことに対してはあったと思うけど、なんかピッチャーと野手が離れてる感じもしたし、うん、そうだね、そこは、まあ、どこも大体そうじゃないか、うん、投手陣って意外とすごくこう一つになるやろ。まあまあ確かに、ね、確かに、うん、確かにそう。いろんなチームも言ったけど、こう投手会っていうそういうのがあったりして、野手会ってないからね、ないとこもあったからね。あ、野手会はそんなにやんないな。投手会はあったね。投手会やったら必ずこう何かやったら罰金集めてオフに何どっか行こうかやろうかって。あ、そうそうそう、すごいなんかそういうのあったよね、うん、投手会っていうのは。野手はそういうのはなかった。セーブはなかった。でもいろんなチーム行ってるからね。そうですよね。ああ、その特性があるよね、やっぱそのチームごと。だからなんて言うんだろう、西武は本当にあのアマチュアっぽいというか、なんか大人の集団という感じがしたんだけど、そこからヤクルトに行ったでしょ、うん、でヤクルトも強かったじゃないですか。それで行った時に、まあ当然古田池山とかそこら辺もピッチャーも良かったし、リーグ優勝するぐらいのチームだったけど、なんだこのチームはと思ったと。でロッカーに入ったら、あらゆるところから違う音楽がだんだん流れてるし、でゲーム前にこの娯楽室見た時にもサッカーゲーム一緒やったりとか将棋パチパチやったりとか、俺らなんかセブンで考えられなかった。そのセブンはどういう雰囲気なの？いや例えばデータ見てたりだとか。いやもう静かなもんね。それでまあミーティングは必ずその日、うん、下に降りる前にやるからね、うん、でそれからスッと降りる。俺らはね、どうでした？まあ、日本ハムしか知らないんだけど、やっぱセリーグってやっぱデータを渡されてデータをこう見てる、両親なりに、うん、でミーティングがあったりとか。日本ハム行った時は競馬新聞とかバーって見てるからね。いや最初びっくりしたの。みたいな。ほんで漫画とかこう読んでるから、そんな大丈夫みたいな。でも強かったから日本ハムの方が。そうか、まだ、はい、不思議だよね、各球団違うよね。だからそういう風な雰囲気の、そのヤクルトでも、それさっき言ったように、もうそれはグラウンドに出試合始めたらキャッて一つになるっていう。いや、なったでしょ、やっぱり。なるなる。やっぱね、負けることの怖さを知ってるチームだなっていうのを思った。負けることも、あ、そうだろうね。強いチームってそうなるよね。あ、負けることの怖さ。負けらんないっていうところよね。やっぱり弱いチームで、それは失礼になるというか、勝ちたいでしょ。うん、勝ちたい勝ちたいで、でも勝てないってなっちゃうでしょ。俺はもう、俺は普通にやったら勝てる、負けるわけがない、うん、
負けられないっていう気持ちで戦う。そうだよね。だそこら辺のね違いがある。だから DeNA も、まあ、前身の横浜も知ってるでしょ、うん、ちょっと横浜にアドバイスしてよ。だから俺横浜に行ったじゃない。いやいや行ったでしょ、ね、で森さんと1年やって、ね、そこが山下さんになってやっぱ緩いでしょ。だからほらどういそのチームの戦力をまずしっかり見極めて、このチームはこういう戦いしなきゃ勝てないし点取れないよっていうところあるじゃない。それは誰もないのに一発もないのにガンガンいったって勝てないよね。もうそりゃそうだね、うん、だからそこはちょっと俺不満にあったけどね、うん、だから今の西武だからそれはコツコツ1点取ったって勝てないっていうところだから、こっちは打って勝つしかない。こんな簡単なことはない、うん、明確にできる。もう打ち勝つしかないで、だからそういうところはやっぱりその年のそのチームのこのパターンっていうのは決まってくると思うんだよね、うん、中日はどうだった。中日も強い時だった。中日も強かったからね、投手力だからね。だから弱い気持ちは分かんないでしょ。いやでも横浜弱かったって横浜弱かったって弱かったよね。やっぱここからもう監督それじゃ勝てないですよって言いたいのいっぱいあったよ。まあそうだよね、こんな時ヒッティングはないでしょ、送らないとって。そうだよ、だからゲッツーほらこうなるでしょって。そうなるじゃない、100敗しそうになったからね2年で。常に強いチームにいたから。そういやだから強いチームにいたからこそ、うん、やっぱり一塁から日本シリーズでショークホームイン、センター前ヒットで、はい、あれは生まれたんだと思う。あれ狙ってたっていうのね。まあそれ矢野さんも狙ったでしょうね、もちろん。でも抜かなかったじゃん。もちろんもちろん。いや普通だったらさ、センター前だったら一塁からサードまで行ったら、はい、ちょっとあボールが来ないなと思ったら抜くんだよね、うん、選手として。サードまで行けたな行けたなみたいな感じでも抜かなかったよね。まあ、それはやっぱり岩さんの動きを見てんと思っただけで、セカンドベース回ってパッと回すのかと思って、一応こうちゃうみたいな、あこれ回すぐらいの勢いだなって目で感じたね。ガーってなるじゃん人間だから、まあ行くよって感じを、そういう雰囲気を感じたんで、だからもう本当にもうあそこもセカンドベース回って途中からホームまで行くっていう勢いで行ったよ。それが高騰したのかハンブルしたのかとか、何があってるか分かんないからね、何かあったのかなぐらいの後で見たでしょ、うん、何にも起こってなかった。だからやっぱりその河合のただ油断返球の遅さと、要するに反対回りしてサードで止まるもっと決めつけてバッターランナーセカンド行かさないようにっていう、うん、あの油断じゃない、まあ そこだけ。だから日本シリーズってすごく怖いことが凝縮されてるよね。その前に清原がセカンドから来てるからね、あセンタータッチアップでホームで回す、そういうのがあったにもかかわらずまたそういうのがあるっていうのが、あ面白いよね。いや面白いじゃん簡単に言うけど、やっちゃいけないやっちゃいけないけど、よく走ったなしかし。まあそれ笑い話でよくたまにそういう話になってさ、うん、他のコーチが言ったら監督なんかも一塁から帰ってくるんだぞって話じゃない。センター前でもなんでサード来れないんだよって話で冗談でさ、まあまあね、言ったりもするけど、でもやっぱりその翌年そういう形でジャイアンツとオープン戦の時に川合が勝負やってね、で俺バーンとちょっと左中間にコーヒーって言ったらもう即返してきたからね。まあそりゃそうだよ ね。いやだけどさ、やっぱそこら辺のその強さというか、その相手を見て感じるとかさ、コーチャーを見て感じるっていうのは、そうだね、やっぱすごいよな。でもそういう選手がたくさんいなきゃ勝てないよね。やっぱりずるさっていうかさ、やっぱり好きあらばって、だから、うん、当たり前よ、全力で走るのは当たり前だけど、それが当たり前にできないやつがいっぱいいるのよ、うん、やっぱりああダメだって抜くやつが、それを徹底的にやっぱその教育されてたとかね、うちのチームはやっぱそういうところはもう厳しく走ることに関しては、うん、やってた。それは習慣。いや走ることに対してはじゃなくて守りだってさ、ね、もちろんもちろんそれはね、あだからもうお互いにいくらコーチになって思うけどさ、データ見てちょっとこっち来そうだろう、ちょっとこっちセカンドこっちって思ったって、それは俺言われたらちょっと寄るよ。でもここの球種投げるのになと思ったら普通戻すからね。だから選手にはそういういくらそういうに来ても
やっぱり球種がアウトコースインコースあるだろうし、やっぱりそこ自分の感っていうかね、その思いを重視しろとは言ってやる。何でもそのゲームじゃないんだからさ。まあそうだね。今生きてるからね。今もう全てメジャーからもうゲームみたいになってね。そうそうそう。ここに守ってこうこう。AI とかでね。こんな見てさ、ここで見てさ、なんだろうと思うけどね。やっぱ感性を大事にしろと、もっと。絶対ね。だから当たる前にスタート切れるでしょ。セカンドショートやったら。コースに来て、あ、バット遅れてるとか。これはあの宮本の感覚と一緒だよね。あ、そう。いや、宮本はやっぱこう雑感というかぼーっとピッチャーを見てた。ああ、ぼーっと見てる。見てた。うん。わ、やっぱ一緒なんだ。もう当たる前にどこに球種が来る、ね、球が来るか。いや、だから雑感で見ないとバッターの動きが見えないからね、瞬時の。俺は真面目だったな。一直線でした。いや一直線っていうか、いや少しこう追う感じがあったんだよ俺は、はい、ピッチャーが投げたって。そうじゃなくてピッチャーのこういう動きを見ながら、監督とかね、宮本とかはぼーっと見ながらもうバッターに集中してたんだよ。俺はピッチャーの軌道を見ながらっていう感じがあった。だからそれだけちょっと遅かったんだ。だから早く教えてよ。そのいや、十分な選手でね、はい、こう言うけど、はい、うまかったんだからって。だから球を投げて球を持ってるじゃそこじゃダメじゃない。ああ、まあそうそうだね。だから、なんだろうな、よく、まあ、走塁練習でもシャッフル振るときにさ、まあ、サードランナーでもピッチャーがパッとこう目を切ってホームを見るって、バッターの打ち方を見るってこう言うじゃない。だいたいそういう風な感じで言ってたけど、俺は球を追っちゃうんだよね、その時は。ああ、投げて低いって思ったりするとワンバウンド。ああ、そう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 、思うもんね。そのそういう軌道は見るよね。だから人によってそういう見るとこは違うかもわかんないけど、やっぱ そこはやっぱり教えられるっていうか、自分がそういうふうに教えられたこともないし、そんなもんは全然ね、自分で感じるとこだもんね。現役時代、お互いにお互いのことどういうふうに思ってたんですか、同じセカンドとして。もうエリートですから。いや、エリートじゃない、エリートじゃない。いやいや、これは、まあさっきね、原の話もあったけど、はい、もうスーパースターとか、もうエリート、俺なんかもう、本当雑草からこう来てさ、ちょこって入ってきて、まあそういうふうに、まあ、なったぐらいの話で、ね、もう雲の上の人ですよ、原なんか。いや高校の時でも、もうスーパースターだもんね。いや、だけどさ、はい、俺は羨ましかったよ。なんでなんで。いや、何回も優勝してさ、それはね、何回も優勝して、はい、守備打者も取って、はいね、守備打者の話も後で聞かないと。いや、もうそうですね。いや、三流揃ってるからさ、あ、いや、話が尽きないんだよ。そうですよね。いや、もっと尽きないの。で、レベルが高いからさ、はい、でそれぞれこう考えてきた人だから、レベルを上げるためにね。ああ、そうだね。お父さん大好きでですよね。いや頭を使わないやつは大っ嫌いなの。やっぱ頭を使って上手くなるとか、はい、ゲームをコントロールするっていう人が好きなの。なんか、もちろん。そこに面白さがある。そう。